アリョーナイ・ゴレブナレオノワは、ロシアの女性フィギュアスケート選手。サンクトペテルブルク出身。夫は、フィギュアスケート選手のアントン・シュレポフ。2010年バンクーバーオリンピックロシア代表、2012年世界選手権2位。2019年4月にフィギュアスケート選手のアントン・シュレポフと結婚した。4歳でスケートを始め、マリナ・バクラミエワに支持をした。 その後、タチアナ・ミーシナのグループへ移籍し、10歳からは、アーラ・ピアートワをメインコーチに迎えた。2006から2007シーズン、国際大会にデビューしニースハイのジュニアクラスで優勝。世界ジュニア選手権では12位に入る。2007から2008シーズンは、ジュニアグランプリシリーズに参戦し、ハギルタ・サカズキで2位。世界ジュニア選手権は6位。 2008から2009シーズン、シニアクラスに移行し、グランプリシリーズでは2000に出場。欧州選手権に初出場し、FS では、はつらつとした演技を見せ4位入賞。その後世界ジュニア選手権で優勝した。世界選手権では7位となり、バンクーバーオリンピックのロシア女子シングルの出場枠2を獲得した。 2009から2010シーズン、ロステレコム杯で3位、NHK 杯では2位となり、グランプリファイナルへ初進出し6位。ロシア選手権では2位となり、初めてメダルを獲得した。バンクーバーオリンピック本番では、SP で8位のコースタート。しかし FS では、細かなミスが響き、トータルで、当時のパーソナルベストの得点を出したものの、入賞には惜しくも届かず9位だった。 続く、世界選手権では13位に止まった。2010から2011シーズン、欧州選手権の SP で13位と出遅れ、第2位グループでの滑走となったが、FS だけでは3位と、スモールメダルを獲得する演技で、総合5位に順位を上げた。2011年世界選手権では、当初日本、東京だったが、東日本大震災の影響で、 開催地が変わり、1ヶ月延期後に、地元ロシアモスクワでの開催となった。2005年世界選手権の女子シングル優勝者であり、またレオノワの憧れの選手でもあるイリーナするツカヤが、解説席で見守る中、ロシアの観客の大歓声を受ける会心の演技を披露し、総合4位の成績で大会を終えた。 彼女の頑張りにより、2012年世界選手権の、ロシアの女子シングルは2006年世界選手権以来の、出場枠、3を獲得した。2011から2012シーズンからは、安藤美希等が支持するニコライ・モロゾフをコーチに迎えた。グランプリシリーズにおいては、スケートカナダ、NHK 杯、ロステレコム杯の3大会に出場。NHK 杯で3位。 ロステレコムハイで2位となったことから2年ぶりのグランプリファイナルへの出場が決まった。またグランプリファイナルでは自己最高位の3位に入った。しかし、欧州選手権ではジャンプミスが続き、SP と FS で共に6位、トータルで7位に終わった。2012年世界選手権では SP でノーミスの演技を披露、パーソナルベストを更新して1位のコースタート。 FS では、細かなミスが響いて4位だったが、総合2位に入り合計点でも、ISU パーソナルベストをマーク、自身世界選手権初の銀メダルを獲得した。2012から2013シーズン、グランプリシリーズは2戦ともに表彰台を逃し、FS のプログラムを変更して臨んだ、ロシア選手権では7位。欧州選手権の出場を5年ぶりに逃した。 世界選手権では、前年に滑ったプログラムに変更して臨んだが13位に、終わった。2013から2014シーズン、練習中の足の怪我を理由に、スケートカナダを欠場、NHK 杯は出場したものの7位と振るわなかった。また、ロシア選手権では5位、欧州選手権でも4位に終わり、自国、ロシア開催のソチオリンピック出場は果たせなかった。 4月には、エフゲニール・ルカビツインにコーチを変更した。2014から2015シーズン、ネーベルホルン杯では、堅実な演技でトゥクタミシェワーについで2位、スケートカナダでは転倒こそなかったが、回転不足、エッジエラーなど、複数減点されて6位、NHK 杯では、SP パーソナルベストを更新して、最終的には2位となり、グランプリシリーズ3年ぶりの表彰台に乗った。 ロシア選手権では、ジュニア若手の対等が著しく、獲得した評価は、NHK 杯ネーベルホルン坂月と同程度であったが、ロシア国内で7位。ヨーロッパ選手権に派遣されないことになった。ありがとうございます。